兵庫県立高砂高等学校は日本の近畿地方西部の兵庫県高砂市高砂町朝日町2丁目に所在する県立高等学校である。映画スイングガールズのモデルとなったジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラがあることで有名。制服は男子は標準型学生服、女子はセーラー服を着用する。当期の女子に限っては カーディガンや黒タイツなどの防寒着の着用が認められている。投稿で活動しているクラブを列記し、特筆性の高いものはセクションを特設して解説する。なお、投稿のクラブ活動では、内外の情報量において、ジャズバンド部が例外的に充実しており、本校での記述内容の比重はそれを反映したものとなっている。1965年に創部された。 吹奏楽部を前進とする。しかしその後、十数人しか部員が集まらない時期が長く続いた。1975年に OB 部員がこの人数でもできるビッグバンドをやろうと提案し、これを受けて全員がジャズに転向ジャズバンド部ビッグフレンドリージャズオーケストラが発足した。本人の証言ながら曖昧な言葉につき、年単位でブレ幅を考慮すべきであるが、 1997年頃の4月1日、英語教師、米田忠夫が投稿に赴任し、間もなくして、ジャズバンド部の顧問にもなった。それ以前の同クラブの実力についての情報はないが、これを機に、同クラブは世間の注目を集める実力を発揮するようになってゆく。実力と奔放さを合わせ持った同クラブの魅力は、クリエイターの目にも留まり、同クラブをモデルに制作される、 日本映画、スウィングガールズの企画が進捗する。2001年には監督、矢口忍らが取材などのために来校した。人気女優、上野樹里を主演とした映画は2004年9月11日に全国公開され、大いにヒットした。この自分の前後数年は、同クラブにとって最初の黄金期と言える。同クラブは、神戸文化ホールを舞台に、 神戸市民文化振興財団等が主催する夏を彩る中学、高校生によるジャズの祭典、ジャパン・スチューデント・ジャズ・フェスティバルに以前から参加していたが、2002年8月18日に開催された第18回大会で、事実上のグランプリにあたる神戸市長賞を初めて受賞した。その後、小豪である港南中学校、高等学校らとしのぎを削りながらも三年連続で、 グランプリに輝いている。2011年にもジャパンスチューデントジャズフェスティバル第29回大会でグランプリを受賞。以後5年連続で受賞している。この時代には伊丹市立伊丹高等学校が最大のライバルとなっていた。2017年度と2018年度は伊丹高校がグランプリを受賞。2019年度は東高が受賞。2020年度は コロナ禍で大会が中止されている、山陽電気鉄道本線高砂駅から北へ約700メートル。ありがとうございます。